州ドラゴンズの先発はエースのオース以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは強打第5球、投げた外角スライダー、見逃し三振。ワンアウトランナー一塁という場面で大島、投げた、打ちました、左中間のフライ取りました、ボールは中継、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。さあ、次の投球、痛烈な当たり、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スワローズ勝ち、0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー一塁という場面で藤井、ここで送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。スワローズ先制のピンチを迎えます。打ちました、サード右横のゴロ、一塁送球、藤井華麗にさばいてツーアウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。引っ張った掴んで、これでスリーアウトになります。スワローズこの回、スワローズリードで迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で大引き、第1球投げた、初球バット、ピッチャーの左へ転がした、セカンドフォースアウト、送ることができません。スワローズここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で福田、スライダー空振り三振、4回、一塁という場面で大引き、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第2球投げた、ストライク、膝元厳しい球でした、投球は3球目、見送ってストライク、追い込んでから投げました、打ちました、いい当たり、ライナー、センター前クリーンヒット、大引き、ナイスバッティングです。7回の裏、スワローズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは大引き、投げました、フォークボール見送ってストライク、1球目ストライクから投げました、打ってこれ、これ